皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、集客ができない人の3つの口癖から学ぶべきことということについてお話をしてみたいと思います。ですね、教室事業をやってる上で集客ができるできないっていうのは経営の生命線になるので、そこにこだわる方っていうのは非常に多いし、当然私も、自分自身の事業において、集客ができることっていうのは当然自分でもね考えることではあるんですよ。ただ私がもともと仕組みとして作りたかったのが、自動集客っていう仕組みを作りたかったので、その都度刹那的に今集めなくちゃっていうような仕組みじゃない仕組みをもともと作りたかったので、そういう方向に移行はしているので、そんなに激しくしょっちゅう集客をしているっていうことはしていないんですが、必要なタイミングでもちろん集客はかけています。で、教室事業の時にはその形が組みにくい要素が多いのもよく知っています。なので私が教室事業をやる時に一番最初に取り組んだのは、自分の教室はコース制しか作らないっていうことが一番最初の仕組みとして考えたことだったんですよね。単発を毎月毎月集めるのに苦労している先生の姿を知っていたからです。ほぼほぼ今はだいぶコース制の先生増えましたけど、その当時私がやった9年10年くらい前の時っていうのはほぼほぼ単発のレッスンばっかりやってる先生が多かったっていうのは、そういう集客が難しくしている状態だったので、単発の方が集めやすいのは知っていたんですが、集めやすいっていうのは参加する人が気軽っていう意味ですよ。だけど毎月やっぱ大変じゃないですか。なんでコース制を敷こうと思って自分の教室を運営したところから始まっているので、単発を集め続けることっていうのはある意味またすごいなっていう、逆に思いますよ、それができてる人はね。ただそれは多分メニューによって左右されたりとか、そのお客様の属性のライフスタイルによって左右されるケースが多いので、夏休みで子供が家にいるから行けませんとか、どういう属性の人を集めちゃってるかにもよるんですけれども、不安定になるんですよね。そうすると先生の頭の中ではいつも集客っていうことが本業であるレッスンを構築することよりも、当然お客様生徒さんがいなければレッスンはできないわけですから、考えていかなくちゃいけないことではあるんですが、その集客できない人っていうのは私が見ている限りではある共通する口癖をよく言ってるなっていうのを感じているので、その言葉をもしも言っている部分が自分が多いなというふうに思う方は、それをやめるということからでも多分ね世界が変わっていくかなというふうに思っているので、今日はそのお話をしていきたいというふうに思っています。はい、じゃあまず本題に入りますね。集客できない先生が主に口癖でよく言っている言葉が、私がパッと思いつく限りで言いますよ、言うんですけど、まず一つ目、集客できないと言っているできない、これ笑っちゃう話ですけどね、集客できない先生は集客できないって言ってるのが1ね。その2、お金がないっていうこともよく言ってます。はい、これその2。その3、時間がないだいたいねこの3つ全部言ってると、呪縛の三大言葉みたいな感じなんですけどね、1個でも引っかかりますね、結構ね。全部ね、ないっていう否定形で全て終わっている言葉なんですよ。集客できない、お金がない、時間がないっていうね、三大言葉、私は呪縛の三大言葉とかってね言いますけれども、これをですね言うと記憶がさらに上塗りされて自分の頭に定着しますからね。
まあ、私今喋ってる分でもちょっとこういうことを伝えるだけでも残念な感じですけどね、脳は主語を認識しないから、そういうふうに言ってるだけで、今私どんどん自分が悪くなっていくような、普段使わない言葉なんで、ちょっとね、嫌な気分にすでにもうなりつつあるんで、後で天国言葉っていうか、いい言葉を後で言っていくんですけれども、要は、人っていうのは当たり前ですけど、まあ、ラーメン屋もそうなんですけど、流行ってるラーメン屋と流行ってないラーメン屋だったら、流行ってるラーメン屋に行きたいじゃないですか。流行ってないとこうまずそうですよね、美味しくなさそうですよね。だから自分が言葉に発して集客できないって言っちゃってるところには人は行かないっていうことなんで、心で思ってても、まず口には出さない方がいいですよ。で、私とかそういう専門のコンサルタントとかに話す時にはそれが悩みになるわけだから、当然話していいんですけれども、それができてないとかっていうことはなるだけ話さない方がいいです。で、そのできてないっていう状態だけで終わらせるんじゃなくて、今はできてないけれども、こういう活動をしているからきっとうまくいくはずとか、何かしらこう明るい要因で最後の言葉を締めるとかね、そういう癖をつけた方がいいですよね。お金がないっていうのも、実際にお金がないのかもしれないんですけれども、それは今そういう現象と状況になっているっていうことで、当然そのお金がない状態を作っているのは過去の自分なので、投資をしていて回収ができる見込みがあるんだったら、今は別にお金がないっていうことはどうでもいいじゃないですか。例えば、この講座を受講しました。その講座によって得た知識を使って新しい講座を作る。その講座はそこで学んだ金額以上の集客見込みを作っている。これだと今お金がないって言っても、もう入ってくる見込みができるじゃないですか。だからそれはお金がないとは言わないし、単なるね、趣味でいっぱい使っちゃって、その自分が使っていい額以上に使っちゃうとか、それは単なる暴走なだけなんで、お金がなくなるのは当然なんですよ。経営は値決めって言って、当然その教室のレッスンの値段っていうのを、まあ、決める時にも、そのお金が残る体質か体質じゃないかっていうのが決まっちゃうんですけどね。3,000円しか値段つけられませんって言ってる先生と、1万円できますっていう先生で、ここで7,000円の差の開きができてしまうわけですから。その差っていうのは当然大きくて、でさらにそれを残していくか残していかないか、残すっていうのは有益なお金として残していく、まあ、例えばそれが家に家族貢献ということで、じゃあみんなでね、子供と一緒に旅行に行きたいから、家族旅行行きたいからって頑張ってる先生もいるし、自分が年に1回研鑽のために、例えばフランスのパリに1ヶ月アパルトマン借りて、いろいろとこう勉強しながら1ヶ月いるみたいな、その留学じゃないけど、まあその費用のためにお金を貯めたいとか、何かしらそういうこう目的があるところのこう積み立て的な感覚でやるのは構わないけれども、例えばのんべつ幕なしに、あ、これがいいな、これがいいなって言ってパッパパッパ使っていけば、当然お金はなくなりますので、だからそのお金がないっていう現象を作っているのは、まあ、自分自身のまあ判断であったりとか、まあ、自分がそうしているからお金がなくなってるっていうことを自覚しないといけないんですよね。で、お金がないって言っちゃうと、ますますない現状を作っていってしまうので、なんていうんですかね、こう陰気な感じしますよね、やっぱお金がないっていうと。教室業っていうのは基本来る生徒さんを何かしらプラスになったりとか、学びになる、だから陽のオーラがある場所であるべきなんですよね、基本的には。なので、それを提供する先生の側が、まあ、辛気臭いって言っちゃなんなんですけど、そういうことをやっぱ発する、口に出して発しちゃしまうっていうことだと、やっぱりそういう空気感をまとってしまう人になるので、私その集客がね、3年目に1回止まった時に、もう本当に焦ったんですけれども、順調に集客やってた人だったので、その時に心、すごい心に許している大事な友人からですね、そういう時ほど
笑ってね、私は大丈夫とか、楽しい嬉しいとかっていう言葉を使ってって言われて、1日10回っていうか、そう朝昼晩の10回ずつ3回言ってって言われて、私その子に、まあそのすごくね気の置けない友人なので、いやこんな悪い状態でそんな楽しい嬉しいとか言えないし、それでも言ってくださいって言われたんだよね。あそうとか思って、でもそれをまあ素直に、私は基本信じてる人の言葉ならまずは素直に実践するタイプなので、実践しましたよ。10日ぐらい、本当は20日ぐらいやってほしいって言われましたけど、でも10日ぐらい朝昼晩朝昼晩私はついてる楽しいラッキーとかいうなんか明るい言葉言ってると暗い顔もできないしね、でだんだん気分も明るくなってくるんですよ。そうするとやっぱり内容とかももちろん努力はし続けるんだけれども、好転してくる部分があって、やっぱり言葉玉っていうのはすごいね大事だなと思ってるので、否定的な言葉を使っている人はやっぱ顔が否定的な顔になっていきます。暗いしね、眉間にしわ寄ってるとか、いつもなんか思い悩んでるみたいな、こう暗い空気ねまとうんですよ。そういう場所ってお金も行かないし人も来ないから、ますます暗くなっていくから、ここはね本当に気をつけた方がいいところだと思います。あと3つ目の時間がないも一緒です。せわしなくて忙しい感じのこう追い詰められた感が余裕がないから、なんかね余裕がないところって人ってやっぱ行きたくないんですよね。明るくて充実してる忙しさのところにはなんかこういいオーラがあるから行きたいかなっていう気になるんだけど、なんかこうそれこそだから眉間にシワみたいなこうの思い悩んでるような、あ疲れた忙しい、まあ疲れたという言葉もよく使う方もどうかと思うんですけどね、疲れたっていうと疲れ倍増しますからね。なので自分に自分の、感情を自分に認めさせない方がいいっていうのが私の、考える持論なんですよ。でエネルギッシュでエネルギーにあふれる人と私はよくお話をするケースが多いんですけど、まあまずこのあたりの言葉使わないですね。明るい楽しい方向の言葉、まあ、外向きに、まあ、自分自身もそうやって生きてらっしゃるからだと思うんですけれども、結局そういう人のところに人って行きたくなるじゃないですか。愚痴っぽい人とか人の悪口言う人のところに人が集まってこないのと一緒で、あただ集まるのはその愚痴を言いたい人が集まる予定です、だから自分がそれを言ってるとますますその悪い状態にぴったりな人がちゃんと寄せられてくるので、ますますそこから抜けられなくなるから、この呪縛の三大言葉はまずはね使うのをやめた方がいいかなっていうふうに思っていて、ノウハウ以前の問題です。まずここが整ってないのに、いくら例えばインスタグラムはこう集客するんだとか、ツイッターではこうつぶやくと人は集まりやすいよっていうノウハウを上から乗っけたとしても、根底にある気持ちがそういったこうなんとかないなんとかないっていうない否定形の気持ちでそのノウハウを使うと、結局よろしくない状態をきちんと引き寄せてきてしまうので、ノウハウの前にマインドの土台作りはやっぱりしっかりした方がいいなというふうに思うんですよね。でじゃあ逆の言葉で、その三内呪縛の言葉と逆の言葉でよく集客できてるな、明るいな、この先生にまた会いたいなっていう先生がよく使ってる言葉とかは、でありがとうとか嬉しいとか楽しいとか、まあね私なんか持ってるとかいうふうに言う、ね、持ってるイコールついてるって意味なんですけど、まあ、感謝してるとかね、そういうこう割とこう明るくて楽しい言葉とか綺麗な言葉を使ってる方が結構多いんですよね。だから思考が全部そういう部分になっていくと、付き合う人たちのレベルも変わってきます。で私、まあ、いろんな、まあ、男性経営者の、まあね、特によくね稼いでる方とお話をしたりとか、これは自慢とかそういうことじゃなくて、単純に思考と思想が好きだから喋る機会私が
作ろうとしてるんでお話を聞いたりとかしてるんですけど、まずね、マインドがね、一定ですよ。あんまりこう上下にこう振られない、女性は男性はっていうのはあんまり私は言いたくはないんですけれども、女性はやっぱり結構感情に振られる部分が多くて、それによって事業もいい時と悪い時との差が結構出てくるようなタイプの人が多い印象があって、私はなるべく感情の度合いを一定にするようにはしてはいるんですが、特に悪い方のことに関してはね、どれだけ早く気持ちを切り替えて通常レベルに戻すかっていうのをすごい短い時間でできるようにしています。だからたまにもちろん変な人に会うこともありますよ。会うけれども、どれぐらい早く自分が気持ちの中で影響を受けないでリカバリーするかって、ここに すごい注力してますね。楽しい人とね、会う時には自分のこうテンションも上がっていくので、それは全然構わないんですけれども、感情の振れ幅が大きい人はそのままそれが事業の伸びた落ちた伸びた落ちたの曲線に出ちゃうから、気持ちをどれだけしっかり自分で持てるかっていうのも結構重要になってくるんですよ。で、その重要に持っていく上で、例えばどう捉えるかっていう言葉もね、そうなんですけど、私は私のコンサルタントさんにね、まあ相談っていうか、こういう状況でこういうふうにしようかなと思いますみたいな話とかっていうのをした時に、アドバイスっていう形でもらうケースとかもあるし、それはちょっと高橋さん良くなかったよねとかっていう話も言われる時がある。まあ相談ベースで、こういうふうになってこういうふうになっちゃって、私はこういうふうにしてこういうふうになったんですけど、この場合には初動はこういうふうにした方が良かったんでしょうかっていう相談をした時には、それはそっちの方が本当は良かったって、まあそこがこれとこれとこれをやってしまったのが、まあ失敗だったねっていう感じで反省するとね、まあそういうアドバイスをいただくこととかがあるんですけれども、あ、そっか。で、それからもちろん次回から気をつけるんですけれども、その時にですね、まあ私も当然アドバイスはするんですけれども、まあそれをやはり捉え方ですよね。改善のためのアドバイスっていうふうに捉えられる人はありがとうございますっていうし、それを親から何か言われたのにほぼ近い状態で考える人は怒られたとか叱られたとかいう、ちょっと変わった言葉を使う方いらっしゃいます。子供ではないのでね、怒られたとか叱られたっていう感情論で話してる問題じゃないので、アドバイスとして、まあ考えるべきことをまあ伝えるっていう形ではあるんですけれども、捉え方が違うと、その後のね処理が、その怒られた叱られたっていうふうに言葉を使う傾向のある人は、その自分ってダメだって言われたみたいにね、自分の中にこもってちゃうタイプの人が多いんですけれども、それをありがとうございますって心からね言えるような人は改善計画として受け止めることができるので、人格否定されたっていうふうに勘違いをする方とかもいらっしゃるんですけれども、人格否定をしているのではなく、その事象とじ、あの内容についてこのように改善したらいいっていうことを、まあ伝えてるっていうことが、感情論の方に走りがちの方は、世界を、人の言葉をそういうふうに捉えがちな傾向になるので、そうするとこう口ではね「ありがとうございます」って言ってても、腹の底に落ちてない場合には絶対その思いがあるから、結局ね成長できないんですよ。怒られた叱られた止まりだから。なので、その自分軸の中において、成長していきたいっていう場合には、当然その受け止めなくてはいけないアドバイス、指摘事項っていうのは当然あるわけで、それは淡々と変えていけばいいっていうことなだけなんで、前向きに捉えればいいだけの話なんですよね。ですけれども、先ほど言ったような三内呪縛言葉を使うタイプの方、まあ先生はですね、集客できない、お金がない、時間がないとかね、そういうことを言うようなタイプの方は、ますますその悪い状態のスパイラルに陥っていく傾向があるので、まずはその言葉をね、自分で禁じてみるっていうことをやっただけでも、普段その言葉をたくさん使ってる人は
言いそうになった時に口をってやったら、どんだけ自分がそれをやってるかっていうのを多分ね自覚することになると思うんですよ。なんでまずね、口癖は変えてった方がいいです。それが治らない限りはいろんなノウハウ学んでも上滑りで定着しないから、ブロックかけてる中のここに乗っけてもつるっていってしまうので、やっぱり しっかりね浸透させたかったら、まずはそちらのねマインドを整えていくっていう部分の、使わない方がいい言葉は使わない方がいいと思いますよ。自分の人生に責任を持ったり、自分の言葉に責任を持っている人ほどこういう言葉は使わないので、はい、それを今日はちょっとお伝えしたいかなと思いましたので、ご自身の現状をチェックする上でご参考にしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。